こんにちは、速稼塾の久保です。まあ私ももうすぐ50歳になるんですけども、50を過ぎると新しい挑戦がね、なかなか億劫になってきたりとか、ましてやね、この不況下で新しいビジネスに取り組んで利益を上げるってなかなか考えにくいと思うんですよ。でも今回ですね、この50歳を過ぎてシングルマザーでですね、お二人のお子さんを抱えながら、そしてね、難病を患ってらっしゃって、プラスアルファうつ病も発症して、ほとんどベッドの上から動けないよっていう時期をね、過ごされた岡恵理子さんという方がですね、出版に、こぎつけたんですよ。で、この出版っていうのもただ本を出すだけじゃないですよ。実はですね、先月先々月とあるビジネスをスタートしたんですよ。もちろん経験や知識ほとんどない状態で、本当にね、見切り発車みたいな状態でした。でもやってみると、ここにね、すごく大きな需要があることに気づいたんですよね。そしてやればやるほどお客さんから求められて、喜んでね、仕事もできる。お客さんもすごく癒されて、ありがとうね、またお願いねって感じでね、リピートしていくっていうこともありまして、それが話題が話題を呼んで、岡恵理子さんの人気は高まっていってですね、今トップランカーになってるわけですよ。たった1ヶ月2ヶ月でですよ。そして報酬も、私が聞いたところによると27万円を突破して、まだまだ上がってるそうなんですよ。これ月間の売上ですからね。いや、経験も知識もなしにビジネスをスタートしてですね、ずっと主婦をされていた方って聞いてますよね。そしてご病気でかなり不自由されて、それこそね、パートでレジ打ちとか、どっかね、荷物を持ったりっていう仕事なかなかできないから、外に働きに行くことができなかったんだというふうな窮屈な思いもされてたと思うんですよ。でも今回ですね、このビジネスに出会うことによって、自分のモテる能力、これをフルに発揮することができて、しかも世の中の多くの人に喜ばれていて、その依頼はまだね、後を絶たないわけなんですよ。そして今回の書籍なんですけども、出版に際して多くの方がね、反響を寄せてくださってます。もうすでにかなりの高評価です。まだ出版して1日も経ってないんですけどもね、これ2月3日の出版で、日付的には2月4日になっちゃったんですけども、本当にね、あっという間にどんどん読者を広げてるんですよ。同じように50代で何をすればいいか分かんない、これから自分の人生どうなっちゃうんだろう、もうちょっと収入が欲しいな、人にありがとうと言われるような仕事がしたいって方にうってつけだということで、同じようなビジネスを始めていく方が今増えてるんですよね。いや、そういうことをね、全てまとめた書籍、動画概要欄に貼ってますんで、ぜひね、Amazon のリンクからご購入いただければと思います。私もね、ビジネスのプロとしてこの一冊はね、全てのビジネスマンに送りたいと思います。20代でも30代でも60代でも70代でもきっと共感するところが多いと思います。それではすぐ動画概要欄からご購入ください。それでは失礼します。